ロイヤル大道級防空巡洋艦第二グループ5番艦シリアスと申します。かつてはペテスタル作戦に参加しました。今はロイヤルメイドとして我が誇らしきご主人様のために戦わせていただきます。ご機嫌麗しゅうございます。ロイヤルメイド隊所属軽巡シリアス参上しました。これより御身と御身の栄光と信念を守るべくお仕えさせていただきます。よくお戻りになられました、誇らしきご主人様。誇らしきご主人様、今日は何をお勉強なさるのですか？文学教養、兵隊軍学、芸術百般、それとも、男女のまぐわいということにご興味が？お掃除ですか。戦闘ならご期待に添える働きをさせていただきます。誇らしきご主人様、どんなことがあってもご一緒します。誇らしきご主人様、バランスの取れた食事は健康の肝要でございます。ですからシリアスの料理の腕がお気に召さないからといって食事を取らないのはおやめになってください。誇らしきご主人様。スキンシップは余人の見えないところでお願いします。誇らしきご主人様。シリアスをご所望でしたら。そうですか。申し訳ございません。誤ったことをしてしまいまして。これ式の任務など物の数に入りません。そうですよね、誇らしきご主人様。誇らしきご主人様、任務報酬が届いていました。誇らしきご主人様、メールはこちらに。よくお戻りになられました。紅茶と軽食を手配しました。また僭越ながらクレープの方も焼いてもらいました。お召し上がりになりますか。誇らしきご主人様、軍事委託の結果のお知らせを持ってまいりますので、今しばしソファーでおくつろぎくださいませ。誇らしきご主人様、シリアスより美しくなってみせます。勝利と栄光は我が誇らしき主に捧げます。誇らしきご主人様、御身が進む道はシリアスが掃除してまいりました。無念、誇らしきご主人様、どうか粗相をしてしまいました。この卑しきメイドに罰をお与えくださいませ。誇らしきご主人様、どうかシリアスに力を。ご主人様のメイドはやらせはしません。どうか誇らしくなってくださいませ。少し残念になったご主人様、ご主人様へのご奉仕には自信があります。ただメイド長と比べてご満足いただけないところがありましたら、どうかご指摘くださいませ。シリアスにとって一番誇らしいことはあなた様にお仕えできることです。誇らしきご主人様、シリアスの抱擁がお慰めになれるのでしたらいつでも喜んでいたします。誇らしきご主人様、どうか胸を張りその輝く姿で世界を照らしてくださいませ。シリアスの誇らしきご主人様、こんな素晴らしき約束をいただけるなんて、どうかこの卑しきメイドに目を閉じてあなた様のぬくもりを感じることをお許しくださいませ。シリアスの誇らしきご主人様。
ズールレーン。ありがとうございます。少し残念になったご主人様。ありがとうございます、誇らしきご主人様。ご機嫌麗しゅうございます。シリアス、ご指示通りにドレス姿に着替えました。ご賛辞をいただけるのでしたらありがたき幸せでございます、誇らしきご主人様。どんな服を着ていてもシリアスはお望みを全力で叶えるメイドでございます、誇らしきご主人様。たかがメイドの分際でドレス姿でご主人様のそばに控えるなどと妄想してしまう失態、どうかこのシリアスをお許しください。戦闘に適さない格好ですが、ご主人様がお望みならばシリアス全力でお答えいたします。ネックレスがお似合いですか。このシリアスにそのような称賛、感謝いたします、誇らしきご主人様。ダンスにお誘いいただき誠にありがとうございます、シリアスが心酔するご主人様。ご主人様の無事のご帰還以上喜ばしいことはございません。皆を集めてお茶会でもいたしましょうか。パーティーのダンスフロアでも荘園漂う戦場でも、あなたはシリアスにとって一番輝く存在です、誇らしきご主人様。どうかこのシリアスに永遠なる評判をお許しくださいませ。メイド隊の仲間からいろいろアドバイスいただいて選ばせていただきました水着です、誇らしきご主人様。シリアスのこの姿にご満足いただけるでしょうか。どこにいようとシリアスは全力でお守りいたします、誇らしきご主人様。どうかお好きなことをお好きなようになさってくださいませ。ご安心くださいませ、シリアスはあらゆる状況に備えて準備しておきました。お食事にお飲み物、雑誌、日焼け止め、緊急時の偽装に救命機材に、猫、どうしてここに、いえ、何でもございません。誇らしきご主人様、どうしてシリアスのことを凝視なさってるのですか。もしやこの卑しきメイドがまた粗相をしてしまいましたか。シリアスの考えすぎですか。泳ぎですか。ご主人様が教えてくださるのでしたら。いいえ、たかがメイドの分際で誇らしきご主人様に教えを請うなど。
誇らしきご主人様、お疲れなのでしょうか。でしたらおくつろぎになれる場所や機材とかどこかにあれば。申し訳ございません。差し支えなければこのシリアスが代わりを務めさせていただきます。誇らしきご主人様、シリアスが日差しから守らせていただきます。かしこまりました。水着姿のシリアスをご所望でしたら。そうですか。誠に申し訳ございません。シリアス、また早まったことをしてしまいまして。祝日に応じて誇らしきご主人様の好みに合わせた衣装に変えるのもメイドの務めだとお聞きしました。シリアスのこの格好はご満足いただけますでしょうか。春節おめでとうございます。誇らしきご主人様、お茶を用意してあります。投稿の料理を作ってみたのですが、ご安心ください。来年こそこのシリアス、誇らしきご主人様のお口に合う素晴らしい料理をお作りいたします。誇らしきご主人様、恐れ入りますが、形がちょっと独特な中身がない餃子を食べませんでしたか。いえ、何でもございません。いやしいメイドの身でこうして誇らしきご主人様と一緒に祝日を過ごさせていただけるなんて、シリアス、誠に恐縮千万でございます。鋭いご主人様、シリアスの衣装にほこりがついてしまっているのでしょうか。はい、祝日に登校風の衣装のシリアスをご所望でしたら。申し訳ございません。シリアス、また早まったことを。この格好は風が強い天気だと危ないですか。もしかしてシリアスが風邪をひかないようご心配いただいているのですか。誇らしきご主人様、恐れ入ります。